皆さんこんばんは。はい、10月日ちょバラバラやだ。皆さんこんばんは、こんばんはって言うのよ。言わないですよ、今。やろやろ、ちゃんとやろ、はいはい、せーの、皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは。そうそうそう、後でね、つけ足してください。はい、ということで12月26日木曜日、情報ザリガニやなきゃでございます。はい、本日のコメンテーターは本宮香菜さん、志倉千代丸さん、志倉名人、志倉名人。ちょっと待って、ここへ来て、おい、負けた直後に俺に名人つけんなよ。それはそれで、ね、二つの意味だよ、おもっちゃん。うちでかしたね。うちはこの4人でもう何年になるの仕事。高橋名人くんです。名人くん、クンアグネスチャンさんみたいな。それはいいや、別に。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございまして、まずですね、今週発売のゲームタイトルをご紹介しましょう。それでは私たち純情なフィギュアが発売情報をお伝えします。 PS4 シャドウオブザトゥームレイダーディフィニティブエディション、スクウェアエニックス。 PS4 スイッチ、シャリーのアトリエ、黄昏の海の錬金術師、デラックス、光栄テクモゲームス。PS4 スイッチ、エスカ&ロジンのアトリエ、黄昏の空の錬金術師、デラックス、光栄テクモゲームス。 PS4 スイッチ、アーシャのアトリエ、黄昏の大地の錬金術師、デラックス、光栄テクモゲームス。以上、今週は4本です。なるほど、はい。光栄さんすごいですね。アトリエが3本ですもんね。すごいですね。はい、ございますけど、ぜひ皆さん遊んでください、はい。さあ、ということで、まずはですね、トピックスの中から、はいはい、視聴者の皆さんが選んだのはこちらね、アニメ棒振り主題歌となっておりますけど、おお、なんで拍手してんのかな。アフィリアだ。どういうこと。はい、2020年1月8日から放送開始となるテレビアニメ、痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思いますの主題歌情報が解禁になりました。オープニングテーマは純情のアフィリアの究極アンバランス、エンディングテーマは佐々木理子さんのプレイザワールドに決定。究極アンバランスの作詞作曲は志倉千代丸さんが担当したということです、うん。あら、やった、1位になった。素晴らしい、応援されてますね。嬉しい。僕ね、この曲、はい、世界一知ってます。そうでしょ、まあ、それはそれで世界2位やったらびっくりしたでしょ。でしょ、ゴーストおるやんって。誰だ、誰だ、誰だって。どんな曲なんですか。そうじゃなくて、その文章にしてください。ああ、どんな感じの曲になるのか。やだちゃん、音楽っていうのは音で伝えるもん。やかましい。いや、生きるな、固めつぶるな。違うから、違うから、だからもういい、アフィリアで聞くから。どんな曲になってんの。まあ、あのアニメにかぶせんねん。ファーファーファーってやんねん。チャンスチャンス。お前、俺のこれだけ大きな振りを受け取らずにチャンスチャンス説明しちゃうのか。真面目に行こうかなと。ちょっとそれできない。やなちゃん音楽はって言うのよ、そういうとこ。チャンスチャンス、いいでしょ、うん、はい、うん、はいはい、どんな曲になってるんですか、これは。はい、アニメに沿った、うん、あの曲作詞をしていただいて、ダメですか、今もやるべきでした。いやいや、違う違う、間違ってない、間違ってない、ちょっと待って、目が大きすぎたから。大丈夫、もう切りすぎて、切りすぎて、その、これにもうもたれかかるっていうか、隠れるみたいになってるから。隠れちゃってるから、うん、でも大丈夫よ、切りすぎて、おっちゃん本気で怒ってないから。はい、どんな曲になってんの、そんな曲になってんの。カルトサビ聞きたいな。とても素晴らしい、あのオープニングテーマにぴったりな曲調で爽やかな感じで素晴らしい。なるほど、ちょっとサビだけ歌ってみてくれる、はいはい、うん、究極アンバランス。サビの終わりの部分です。そうなんですね。ちょっと僕ちょっと攻めすぎたから。怒ってないやけど。何も決まってるの。そうなんです、はい、3月11日になんと両演面で、はい、両演面、はい、そうなんです。この曲とは別に、ライコアラブという曲で一緒に出すんですけど、うん、そちらも、うん、あの天才。どんな曲になってんの。こちらはお、ね、天才のシクラチオマルさんに作っていただいて。あー、なに、ライコアラブ、はい。言うて持ってた。実際あってんの。実際本当に。
ありがとう、ありがとう。もう、ありがとうございました。ぜひ、ね、アニメも見て、はい、チェックしてもらいましょう。お願いします。じゃあ、元宮さん。はい、ついてきてますか、元宮さん。あ、大丈夫です。この空気。楽しんでます。元宮さん、なんか、それが気になりますか。やはり私はこの PS4 プリンセスクラウン復刻版が1月31日に配信決定というのが気になっております。はい、じゃあどういうことになってますか、お願いします。はい、新しさが13騎兵防衛権の先着購入特典のダウンロードコンテンツであるプレイステーション4プリンセスクラウン復刻版の配信予定日を2020年1月31日金曜日に決定しました。プリンセスクラウンは1997年にセガサターンで発売され、アトラス×バニラウェアの原点となったアクション RPG です。クラシックながら今なお美麗な 2D グラフィックが語り継がれる名作が PS4 で楽しめる復刻版になって復活するということです。はい、なるほど。はい、ということでございますけども、あの本宮さんはそのこの13騎兵防衛系、これなんか思い出ある？そうなんです、私バニラウェア作品、バニラウェアさんの作品がすごく好き で、で13騎兵防衛権があの発売されるということでファンとしてこうインタビューを受けさせていただいたんですけれども、好きなジャンルじゃない？そうなんですよ。そうだよね。そうなんです。さっきね、ジャンルも全部把握したから、そうなんです、そうなんです。それでこのプリンセスクラウンも私もうプレイ済みなんですけれども、あの PSP でやったんですよ、それを大画面でできるっていうことで、すごく楽しみにしてます、配信を。そうなんです。もうこの 2D グラフィックが語り継がれる名作なんですね。そうなんですよ。結構だから待ってるファンの人もいらっしゃると思います、ね、かなりセガサターンだもんね。そうです、そうなんです、そうなんです。97年っていうとプレステ2が発売する前だからね。あ、セガサターン、ね、藤岡弘が頑張った頃ですよ。そうですね、なるほど、なるほど。あ、ということでございまして、はい、さあ時間的に以上でいいのかな。はい、はい、ということでございました。この後はペルソナシリーズ初のド派手な爽快アクション RPG ペルソナ5スクランブルザ・ファントムストライカーズをご紹介します、それでは来週もご覧ください。ちょっとお休みになるけどね、来週は、パパのセーブデート、僕が続きになる、目指せ大冒険、レベルを上げて。